大きな災害が起こった時、一人では生活が困難な人たちが避難生活を送る福祉避難所。全国に2万箇所以上設けられているものの、必要な設備や運営体制は不十分です。東日本大震災の避難者数は40万人に上りました。首都直下地震では700万人、南海トラフ地震では950万人にもなると言われています。高齢化が進む中で、福祉避難所の役割はとてもとても重要となっています。みんな元気になる福祉避難所は、福祉避難所の整備を進めるプロジェクトです。福祉避難所開設マニュアル、水なしで使えるバリアフリートイレ、精密機器にも使える外部給電機などのツールをまとめた避難所運営キット、スムーズに避難所を開設運営するためのノウハウを学ぶ研修や訓練、ハードとソフトの両面から全国の福祉避難所を強化していきます。もしも他の町で災害が起こったら、福祉関係者が給電機やトイレとともに支援に駆けつけます。あなたの町にも安全な福祉避難所を。災害大国日本の安心安全のために、支え合いのネットワークを作りましょう。